はい、三輪 大神社さんでございます。三輪さんでございます。去年夏も一回来たんですがね、なかなかね、夏は暑くてね、大変でございました。よっこり大学来とんだけどね、そこの入り口で大体書いてたね。まあ昭和の時代はね、歩くのが大嫌いだったんでね、なんか旅行でバスで来るんやけどね、バス降りるのが嫌でね、あんな時代だったんですよ、昭和は、ね。これね、道路がガーッといきましたか。夜来たらまた綺麗やるよね、これね。道路灯籠がね、右左にね、あるんですよ。あんなね、道路がね、降りてあるんですよ。今日は三輪さんね、ちょっと奥の院まで行ってみますからね。今日はもうここで何か決めるかな、8か所目ぐらいかな。もうフラフラです。随分歩いたね。もう電池が切れてるんでね、スマホのビデオカメラの電池が切れてます。あとこれも充電したけど残りわずかかな。なかなか綺麗でしょ、その辺な。ねえ、綺麗に掃除されてますわ。綺麗にね。はい、お願いします。原江戸神社でございます。原江戸神社でございますね。これは縁結びでございます。はい、ありがとうございます。力ね、こっちまでね、このまっすぐに、ここなんだろう、すごいね。どうしよう、どうしよう、行ったかな。ね、これなかなかいいね。日が長い日が。どうしよう。本音に上がろうか。すぐの青ね、シミの青、すごいです。あれはあらばすごいですかね。はい、よいしょ、よいしょ、はい、本殿でございます。本殿ね、杉の細部のどこあったかな、ここがね、杉の細部がね、ここあるんですよ。綺麗じゃん、これ。これ何やったっけ。
槍があります、槍が。槍がね、槍とこれなんだ、春の大祭に使われるやつね、キラキラでございます。再生、今日やれ払えるのかな、このね、こういうノックありますね。あ、こっちからも来れるんだよね。そこ道になってる、普通のね。もうこれ今ものすごいノックが上がってます。いやー、これすげえ、マクロすごいですよ、これね。杉でございます ね。ここにまた大きいのがあるんですよ、これもね。これまた大きいですよ、これ。この杉も。見えへんがね。これ、紙杉に卵を投げないでください。卵を投げてそうなんかい。卵なんだろう、これ。この岸になってんねんな。日和田ビルでございます。すごいね。ちょうど今祭りの最中みたいだね。この子違う、この子、いや、この子、本来ならものすごい人が来るんやろうけどね、誰もいないですから、ガラガラでも。奥の家はどこへ行くんやったっけね、わからんな、こっちから、こっちからね。どこから行くんでしたかね。大祭やからね。今日受付。どれね、わしが行くのは。これ降りていくんやったかな。降りてからね。ここまでずっと上がってみましょうかね。電池が持つか問題やけどね、これ。参拝者休憩所。これこれ、これですよ、これ。これちょっと見上がってみましょう。うん、あの、ここね。あら、こういう石で上がれるのか？なんかこういう石になってるんだけどね。ちょっと上上がってみましょう。今日の目的はこの先まで上がってね、あれ行けないみたいですね、これは。ちょっとそこまで行ってみましょうか。今日はね、斎藤も入れんかったし、あの大山寺の斎藤ね、でここもね、どうも、はい、あれ今日ほんまタイミング悪いね。もうだいぶ悪いんやけど、入れないの、これどうなんだろう。いけるんか。横行けそうやわ。横ちょっと行ってみましょうかね。ちょっと横行ってみますわ。はい、すみませんね。すいません。いけるよ。よく行ってみましょう。わからんな、ここもなんか看板出てるんで。ね。よいしょ。なんか工事してる感じしないんだけどね。はい。ここで来るとね、どうも行けそうやわ。ああ、よかったよかった。ね、大名人。
からね、僕がずっと上がって行きがったな、奥にな。西神社、福井彦神社、もうフラフラで8か所目だな。フラフラでございます。そんな時間でええのにな、行き過ぎやわ。はい、ここね、はいはい、ここね、はい、行きます。護国神社でございます。社は立ってないね。この後に来た来た、間違いないね。ああ、よかったよかった。これね、通行禁止かもって。ここまで電池持ってくれたらいいんやけどね。西神社はまっすぐですわ。なんやね、この池は。日野原神社20キロ。じゃあ20分か。ここよ、これ。ね、ここからね。ここですよ。西神社。いやあ、綺麗にされてますわ。西神社行くまでにね、この手前行くね、この池の方を見てみましょうかね。池の方、これの方をね、ちょっと見ましょうね。池の池の行きましょうかね。はい、ありがとうございます。これ、ここでございます。しょ、池魚で覆うんかね。はい、失礼します。ちょっと耐えてみようかね。お魚さんいるか。ああ、いっぱいおるわ。すごいか、すごい数。これものすごい数や。いやいや、ほんま濁ってたかな、前来た時。すごい数おりますわ。コイがね、コイが。早く爆笑しちゃう。はい、残してくれようか。いやー、こんなに濃いボールとかね、ちょっとびっくりしたんだけどね。ほんまにびっくりしたんですよ。標高小屋で、伊豆太やろね。はいはい。ちょうど夏来た時はね、そこでね、鳥が眠ったな。鳥がうろうろしてたね。はい。ここはね、西神社でございます。ね、この時に鳥がね、本当やな。はい、失礼します。はい、西神社でございます。
今ね、なんかやってんだけどね、全然ね、あれがないんですわ。人がいないんですわ。これここまで人が来たらフラフラやけどね、もうフラフラですわ。ああ、嫌がられへんね、今これ。本日はそうはできません。いやー、動画できない話です。どうですか、できないです。あそこは入れないです。残念でございましたね。再演者でございます。失礼します。いやいや、入れない。ご神水、なんかないかね。仕方おまへんね、入れないから、帰ろうよか。